一筆の動画ないね、うん、責任ってお金のことで、こっちですね、金金金金で口開いた金、うん、そうそう落ち着かせようとしてね、サイン者、2位の枠つけた？途端爆投げ開始。その前後の動画集めて潔白証明する準備書で、内容証明フローに届いてんかな、明日誕生日やけど、多分もう配信、明日多分中止やで。うん、まゆちゃんのやつ。ガチで訴えられて。に、初めて配信。訴えられたら天然さんに協力するって、どうやって協力するの？忍法さんに、だから今忍法さんが配信休んでるのは、あれらしいわ、うん、裁判の準備を進めてるらしい、うん、裁判の準備を始めてるために今配信休んでるらしい。大阪帰ろうかな。お母さんでそんなあれなん？分からないんだけど俺は。忍法は怖いね。言えなくなるわ、もう俺、もうほんまにこれが言えなる俺。裁判準備？どこ情報？それこそ脅しやんて。これやん。これ。最悪。マジ最悪これ。切れそう。マジ消そう。ちょっと待って。ティッシュ貼ってけ。ティッシュ。この車さ、もうマジ嫌やねんけども。この車、コーヒーこぼしたわ。iPad に。ティッシュあってんけど、さっきどっかに。うち投げしたん飛んだかな、もうどっか行っちゃった。うん、ちょっとここ1時間ぐらいドン作らすこいで、俺言ってへんねんけど、どん作らすかーいて、うん、なんでこれ充電せえへんの。そらお前な、刺さってなかったら充電せえへんわこれ。
ライドナイダララランダララランダンダン。何かあるたびに泣き、親に泣きつくとか情けねえ44歳だぜて。ちょっと待ってや。フリーモードで。で。なんてふわっちつまらなくなったね。もうしゃあないっすね、それはもう。時代の流れやからね、今の。しゃあないよ。25段つかつかーい！ほっちゃん！優しい、あ、女の子か。女性リスナーさんありがとう。ライドンタイム、これもしかして。やっとドンつかすこ言えた俺。規約が厳しくなったらぐらいで丸くなる配信者っすね僕。ビビってるんで今、完全にビビっちゃってます僕。出てけへん。完全に芋引いちゃってますね。で、こういう風にね、書くわけよ、最初。一筆書いてくださいって。名前書いてくださいって。で、次に、住所ね。まあ、大阪府、ほにゃらら。ほにゃらら。ね。次に、電話番号。まあ、090。まるまる。これ、電話番号ね。で、次に、名前、住所、電話番号やろ。これで書いてって、で、その下に、ね、その下に、もし、何か、あれば、全責任は僕が取りますって。こういうふうに。で、これに生年月日がないからって、あ、日付。この上に日付あったわ。この上に、2024年2月の、あれ、9日やったっけ？ 7 日やったっけ？ 7か8やんな。2月の8やわ。何やったかな、6か、まあ、こういう風な感じ。オッケー。ちなみにハンコはついてません。
字が下手すぎて向こうになるのちゃうんで、まあ、字はあんな感じよね。無料アイテムないっすね、おしりみんな。無料アイテムとないっすね。お願いします。裁判に持ち込まれたら、お前俺のアイス食ったやんて。どこだけなんつかつかい、もーちゃん。そんなことよりね、まあ、イベント集中せなかったね。やねん、こういうことがあったんです配信外で。まあねえ、後日談やけど、もう巻き打ちの完全逆バージョンね。弁護士探すも、弁護士探す、弁護士リスナー。そう、配信外やから別に録音も撮ってなければさ、何もしないよね。配信がやから。あれ、アイコン遅かったっけ。アイコンない、どこ行ったやろ。この車ほんまマジでなくなるすぐ物が、配信外っちゅうのだから、その時警察来てたかな、警察、警察来てたからよく嫌で、配信者は危ないから絶対録音絶対撮って。あ、そうなん、確かにな、そう言われたらそうやもんな、確かに、確かにそうやわな、警察は民事不介入から別にどうでもいいみたいな感じ。配信、いや配信がそんな変わらんけどな雰囲気、配信外はだからね、こういう DM 来たからね僕、訴えられますか、ね、年俸さんにね訴えられるよ俺、確定っす、訴えられるん確定っすね。おそらく俺の配信を見てるとは思いますが、あの忍法さんについての詳細です。忍法さんは金に対する執着は凄まじいものです。食事に行って払うことを一切せずにおごるということはでは乗ります。稼いでいても親から障害年金なので自分の金は出しません。今脅さないのは訴訟準備真っ最中なはずですって。正解これ、正解、
彼の弁護士スフィリはもう代理人契約解消しる。え、弁護士おるんじゃないん、うん、あの人。コメント開示請求、いや、それはせえんと思うで。うん。あ、辞任者や、弁護士。でも弁護士に電話せなあかんとか言ってたで。うん。それちゃうの、あれ。これ、なんですぐ充電切れるの、これ。てな感じね、これ、うん、だから俺が近々訴えられるもね、時間の問題です。うん、フローレ三国ヶ丘に内容証明が届いてるかもしれへん。フローレにひょっとしたら、大阪帰るかもう、うん、ああどうしよう、訴えられたらもう終わるわ、人生つぶわ。今まで一回も配信して訴えられたことないのに、絶対訴えられるわこれ。もう車の中の生活となるわ俺。車中生活、家を失い、職業を失い、車中生活。その上税金が乗っかってきてね、完全に車中生活確定。うん、天然さんはなんで車で配信してるので。家がないからですって。この車潰れたらね、マジであの名古屋のさ、うん、久保山さんだろ俺。もう久保山さんになるね。たこ山さん、たこ山さん。その場合ね、リスナーさんは俺を住ましてくれます？お家に。うん、もうお風呂入れてもらわなあかん、たこ山さん。ふわっち稼いだお金はね、税金に取られて配信者のおもちゃになってネタにされまくって、それだけは絶対嫌やねんけど、うん、他の配信者のネタにされるのがむっちゃ嫌やねんけど、
ねえ、あのクソメガネね、本当に200番さん。忍法さん、嫌いな人ね。いかないです、お願いします。どんなもん、今518人。忍法さん、嫌いな人、ナイスお願いします。リスナーの家、転々とするのも面白いかもで、子供もおんねんけど、俺。うん、子供も。子供も育てられへん、俺。どうする？ミルク代もね、稼がれなくなる。訴えられたら。525。養育費も払わねえよ。人生完全に積んだで、うん、あ、一回これ12時配信禁で、うん、いや、こっち裁判っすね、うん、なんかもう多分フローレ三国が他にね、内容証明届いてるかもしれへん。あのさ、月収150万でもさ、あの配信で使う経費あるよね、経費、うん、めちゃくちゃかかんね、経費が死ぬほど。月収150万でも経費引いたらさ、あの純利益ってほとんどないよ、うん、純利は。クラウドファンディングで募りますかって、クラウドファンディング分からへんね俺。せやで、俺みたいな足かせ配信者ガソリン代結構いくよね、うん、足かせ配信者はガソリン高速一番使うな。で、駐車場ね、うん、これが一番金かかる。経費は家賃とガソリン代やんて。だから携帯電話それで配信するのも延長チケットも駐車場もめちゃくちゃかかるよ金、うん、かかるって結構。みんなね、かかれへんかかれへん言うけど、半分税金やで、うん、半分税金。実際せやね、50万プラスアルファぐらいちゃうか、うん、正直な話。税金半分持ってかれんだよね、その計算ぶち込んだらね、うん、そんなあれやで、うん、ね、何でもかんでも経費で落とせるって言うけどさ、ね、そういうわけにもいかんからな。よいしょ、ちょ、この BGM ちょっと嫌やな、うん、やっぱこれやわ、うん、久々に聞いたこの BGM、うん、まあ、洋服は経費になるかちょっと分かれへんそこは、アイテムは投げ銭は分かれへん、まあ経費ならんけどな投げ銭は、うん、裁判記録が残ると家族にも迷惑かかります。裁判記録が残ると家族にも迷惑かかります。衣装代は、まあその弁護士は税理士さん、税理士さんやる、うん、お前白色申告やるで、なめてるお前俺、うん、青色申告ね、青色申告プラスアルファね、ちゃんとインボイスもちゃんと登録してるんで僕、なめないで高してみ、安心よ
安心安心安全高橋ゼミね。うん、帳簿って何の帳簿？税金関係は、まあ、まあ一応ね、うん、そういうなんていうインボイスかちゃんとやってるよ今。開業届ね、去年出しに行った。うん、もうちょっとこれあかん思って、うん。で、なんでインボイス登録者かって言ったら、ふわっちのさ、取り分減るよね。うん。で、インボイス登録者ら、その T から始まる、そのなんか番号なんかもらえるよね。うん。なんかややこしいよね。俺もちょっとよくわからんけどね、インボイス。どうなんでもな、そのインボイスしないで迷惑にかかるっちゅうけど、よくわからねえな、あれなんか。うん、俺もそのインボイスが、言うたらあれやろ、その領収書がさ、その T からつく番号がなかったら領収書になれへんってことやんな、インボイスで。うん、まだ金の話したのかで、金の話がすることなくね。うん、税金関係の、そう、税率も書いてたな、なかったらあかんもんな。今だからふわっちのさ、給料のさ、給料違う、収入のさ、ところにな、書いてんねん今、知ってる？収益の横にね、うん、仕入れ明細、仕入れ明細書として表示するみたいな書いてんねん、これ。例えば2023年10月やったら、2023年10月やったらさ、あ、これは見せてもええわ。こういう風に170万稼いだらさ、こういう風に仕入れ明細みたいな消費税が15万4809円出るわけよ、うん、これね。だから、これ170万に対しての消費税が、うん、あれってこと。これ去年の10月で、うん、そっから、税金とかやな。うん、税金とか何やかい引かれるってこと。先月言わへんよと思う。今そのふわっちはこういう風になってるわけよ、うん、こういう風に仕組みがね、うん、これ知らんかったよみんな。本邦初公開じゃない、うん、イベント出ないと稼がれへんね、やっぱふわっちは。うん、イベントで競ってみたいな感じだもんな。無料お願いします、無料アイテム。協定もやってないよ全然、うん、この前あの やったらキリやで俺。この前のなんかわけのわからんレースあったやんか、どこやったっけ、アシアの準優かな、あれ以来やってない協定。あれで27万買ったんかな、あれで、うん、2位のニャンさんはもう多分1人が投げてんちゃう、うん、1人が。
そんななんちゅうかっこいいっちゅうかっこいいっていうかっこいいおれへんわよきっと。うん、今までそういうね女子配信者めちゃくちゃおったよね。うん、でも大体消えていくよねみんな。うん、絡み酒まゆちゃんもそうやんな。うん、絡み酒まゆちゃんで誰やぞ、絡み酒まゆちゃん、まあ、いろんな配信者も聞いてたよ大体。うん、女の子難しいよねやっぱその点。うん、安定してふわっちで生活していこう思ったら、うん、そう考えたらまゆちゃんとかな、まあ、結構安定しろと思うけどな。いやだってさもうおらんやろ今ふわっちに。ずっと金の話してるな。何の話すんねんお前。ねえ、何の話すんねん。ダッツさんもおらんやろ多分。あと誰、まあ一人投げやったら多分倒れたら終わりよね。それが、まあ、絶対どっかでさ関係性でこじれるんよそういうのって。うん、エリカさん、レイカ様やろ、レイカちゃんやろ。レイカちゃんはね、レイカは知らんわ最近。うん、案の定さダッツさんとマエちゃんも関係性こじれて終わったよね。うん、ロッコダンツカスコイ匿名さん、おっちゃん、大体の女子配信者はね。うん、うお、この子めっちゃ強いやんけと思うけど、大体、あ、トドロキさんもおれへんよな。うん、トドロキさんアカウントあるの、あの人今トドロキちゃんは。うん、わかる、一人投げはいろいろ面倒、いろんな人見るから。うん、だからそういう風なのが実際にやっぱ裏でね、うん、あるからね。うん、裏の駆け引きっていうのは、うん、梢さんはもう配信やめた。うん、LINE 来とった、そういえばこの前。うん、もう配信やめますって梢さんな。もともとゼロワンのリスナーさんだけど、もう配信ね やめはって。5000個、一人マジで5000個って40万約、え、5000個やろ、40万じゃ80万で、ね、80万。うん、え、なんで？は？本人通報される、なんでなんで？絡み酒の姉ちゃんとは連絡取ってないんで、取ってないよ全く。お前、え、れ、小杉さんやろ？取ってない俺。悪口言ってない言ってない、言う必要ないよ。うん、ミラーしてんの俺、ミラーされてんの俺。ミラーなんかしんやろ別に。うん、イベントあるあるのお前ヘイトボケなんかするわけないやんそんな俺。うん、
あ、嘘鳩？じゃあそういう風な鳩が向こうに飛んでるんじゃないの？もしかしたら。言わへんよ、悪口言うと何もならんよね。あ、もうアホが嵐にてやな、多分。こっちの話してんや、こっちお前。悪口より。せやね。向こうのホース枠荒れてんじゃん。ハト飛んで確認してみるって言ったってから見てるかもって。俺の放送、別に俺の放送見られても別に 何もないよね、何の話してんで、何の話してんで、これの話ですね、やらしい、11時40分、一回12時放送切るで俺一回、その裁判の話をね、裁判怖くて震えてますって、民法さんに訴えられますって僕、民法さんに訴えられます、あー、たかしんとこよく来るよ、こよくん亡くなったんちゃうかで、もう興味ないけどな、こよくん、一回コヨくん探そうと思ってタクマくん電話したけど、もうあんまり乗り気じゃなかったからもう やめた、もうどうでもいいなって、そのうち出てくんちゃうコヨくん、もうほっといたら、そっとしてあげよう、そのうち出てくるよ、ああいう系は、メンタル弱いな、あの子、小夜くんはもともとメンタル弱いから、配信でそういう風なね、ちょっとやらんかったらそういう風に見られがちやねんな、やっぱ、ゆまるとか仲良かったんちゃうん、小夜くんって、ああ、嘘ハートに踊らされた、たかし病むこと今病んでます、訴えられるんで今病んでます僕、忍法さん、いや知らん、それは知らんわもうええんじゃない、忍法さんも、今忍法さんはね裁判準備中らしいから、さ、役所勤務、生活保護安全、生活保護官におったらしいけどな、こよくん、無料頂戴でみんな、無料お願いします、やむことあるよ俺、民法さんに訴えられたどうしようって、今まさにその時、ビクビクしながら配信してる毎日、誕生日配信誕生日配信おもろいな、逆に、絶対嘘やむことないやろで、それはね表面上で分かれへんよ、もう配信切った瞬間ね、やばいわ、もう訴えられるわで、どうしようって裁判費用とかでなるよね、もう金ないよって、
訴えられて負けても消えそうな。ま、マジで言ってんそれ。損害賠償っていうのに経費でいけんのそれ。うん、無理やろ絶対それ経費。くー、集めるか。29万か。あとせっかく18万に詰めたのにな、20万切らしたのに、うん、頑張ってみんなで行っちゃう。ちょっと、うん、アイテムタイムスタートし、アイテムタイムスタート、うん、インポースの必殺だ。アイテムタイムスタート。緑にアポ、緑さん俺あんま知らんねんな、うん、緑さんが、うん、一回麻雀したことあんな緑さん。厳しくなったんで、ゆいがさん事件じゃないよね、多分。ゆいがさん事件ちゃうと思うで、うん、多分な、忍法さんの、俺あの事件と思うねんけどな、忍法さんのあれしかないと思うけどな、JPA にね、通報行ったんが、多分あそこやと思うで。だから誹謗中傷とかさ、結構落とされるね、誹謗中傷が。あとそういうなんちゅう、出会い系配信とかね、だからまあ何かあったから厳しくなったよね、こうやって。何かあったから、多分何もなかったら普通に言ってたはずやけどね、何かあったよねきっと。その何かっていうのがちょっと分かれへんよね。ありがとう、1個。あ、兄さん、1個段つく、1個10段つく。兄さん、頑張るか。ちょっとあと今23時47分、一回配信切ろうか。12時つけ直し、あ、じゃあどうしよう、じゃあ切ったかも配信、何分今、3時間22分。晩飯などうしようかな。いや、ビビってアカウント規制入って終わりやからな。そこはもうしゃあないよ、こっちはもうアカウント規制入って終わりやからね。から、いや、唐揚げの弁当閉まってんね、今。唐揚げの弁当。だから行くんやったら、もう天丼屋か、そこらやな。言ったら、天丼屋か、飯やな、この時間天丼屋空いてるかな、そこ、
アカウント守るよ俺は。だって命の次に大事なアカウントね、それをね、それをね、やっぱね、野獣馬にさ、その辺のわけのわからんリスナーにね、煽られても俺は絶対にね、その挑発者乗らん。当たり前やそんなん、やっぱ時代の流れに乗ってね配信していくよ。運営さんがもう右にならないとしたら、僕たち兵隊はね、あ、わかりましたって、それで去っていくよやったらもうダメよね、それで去っていくんやったらもうしゃあないよ、それで僕多分どっちもどの配信者もさ、もうそうなるよね、どの配信者も。俺世渡り上手ね、昔から言われるよ、柔軟にね、柔軟性いるよね、そこで、ね、変に突っかかっていってもね、これやで首ちょんぱいっす、まああとはもうね、そのふわっちのねリスナーさんが減っていくか増えるか知らんで、減っていくか増えていくか、一年も戻ってきた。お帰りなさいませ。500番さん。お帰りお帰り。まあ、あとは、もう誰かがやらかした、ね、やらかしまっちゃうな、完全に。あ！お姫さん来たで、お姫さん。緑さんだってニコ生やんか、いらんやろ別に、最近けえへんかったよね、何しよったんだ。君レベルじゃ緑と絡めないよで。緑さん知らんもん、まず、ええやろ別に緑さん。一個のつく、いつもひっそり見てます、ありがとうね、訴えられんの俺、訴えられる、ついに やりすぎた、調子乗りすぎた、裁判なんてね、敗訴してもね、俺の放送見てくれる、ちゃんと。もうええやん、緑とかもどうでも、緑さんのガチリスだから、裁判も放送しますかって、裁判も放送する、裁判長って配信してもいいですかって言うわ俺。この状況をふわっちの放送で載せてもいいですかって、裁判官って判決。くまなく配信する、あのさ、刑事事件ちゃうからね、刑事事件ちゃうから無期懲役ないよ、刑事事件ちゃうから。無料アイテムお願いします。そんなことより、ぼっちはええわもう、一個なんつくのーちゃん、くぼっちはええわもう、くぼっちはもう政治やろ、差し入れモバイルバッテリーね、頼むよみんな、そうそう、差し入れはモバイルバッテリーね、充電切れるんで、で iPhone の線とね、お願いします。
2個版っすね、2個版。うん、メンブレ女は知らんよ、もう。うん、何やろ、知らん知らん、もう。なんかぶっ飛んでる女。誰か引き取るんちゃう、うん、昨日中村の家に行かせようかいた瞬間に、コメ欄がさ、ブワーンとかな、めちゃくちゃ見えるけん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 とか言って。どうした、ホンダベビー。うん、あのさ、って何？やばいよ、このサムネ、お前。ホンダベビー、お前。大丈夫か？うん、どうした、どうした？ベビー寂しくて、で、ベビー寂しくて、何を構ってほしいで、うん、昨日米慣れたよ、うん、冗談やんなもん冗談ちょっと言うたらさ、もうすぐ本気する、うん、あのさ、ベビーとラブの話、ラブの話しませんかで、あ、いいよ、うん、9は6と9ある LINE の、うん、その絵文字、お前2個だけなんつかすかい、ちょっと、あれ、匿名ちゃんね、ありがとう。うん。こんなのしかおらんのって、当たり前、ふわっちゃうぞ、お前。ふわっちゃうぞ、お前。寒いちゃう、ちゃう、寒いじゃん。あの、QR 送ってきてよ。うん。QR。わかったから。うん。アツシの枠で組んには、この人、ホンダベビーさん。投げしさん。まず通話でしょ、通話。うん。誰がオーマイことやねん、お前。誰がオーマイことやねん、お前、うん。こっちがオーマイことや、お前。あの、ライン通話したいんでしょ？配信外ブロックやん。うん、配信外ブロック。無料お願いします。総合2位まで残り29万ポイント、もうええよ、もうホンダベビー、うん、ブロックしようかな、もう。これ他の配信者の放送枠に出てくるわけ、ホンダベビーさんって。どうしてんの、みんな、うん、会話不全、もしかして。この方は、うん、ええねん、お前こと、お前かけにせえよ、お前ぶち込んでいいもん、うん、どんつくー3つ。ヨシエカワで何、うん、あ、質疑応答ダメなタイプね、質疑応答。あ、メガネさんでいいですよ、うん、で電話するの、まずどうすんの、ホンダベビーさんは、うん、あ、皆さん、なんとなんと残り2分前でございます。緑がどんつかすこい2個、のーちゃん、本日おっしゃナイスな配信者は、本当にナイスな配信していましたか？皆さん、今こそダイスを
押し替えるのです。537ナイススタート。さあまだ間に合います。押し替えるのです。浮気は絶対バレません。さあ今です。544。546。547。早く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 。600いけ、600。さあ、早くして。間に合えへん。一人でも多くのリスナーさんを救いたい。551。あーってことで皆さんね、無料アイテムよろしくお願いします。起こすわ。無料アイテムお願いします。オッケーオッケーやったら一回切るよ。放送切る。一回大丈夫。また来る。はい、コーチさん、ありがとう。今の間に無料アイテムお願いします。お、めっちゃ来るやん。全部チェックしよう、全部チェックしよう。無料アイテム、あ、サブバカから投げてくれてる人もんねんな。サブバカからなんかすごい人発見した。何この人。